こんにちは、立川咲です。今日もゆるゆると Vlog のアフレコをしていきます。今日の Vlog は5月のお話です。軽井沢です。友達の結婚式にお呼ばれしまして、その思い出を Vlog にまとめております。私は友達の結婚式というものにほとんど呼ばれたことがなくて、式っていうのは人生でこれが2回目でした。なかなかの重大な役割を任されまして、新郎新婦の入場、そしていろいろなちょっとした場面での演奏を任命されました。これは新郎新婦の入場の時に同時に演奏するっていうところのリハーサルの様子です。ここ音間違えました。新郎のリクエストで、エルザのなんとかっていうエルザのなんだっけ、エルザです。こんな感じで、式の会場の披露宴会場の席から上を見上げると小窓から私がフルートを吹いているのが見えるっていうちょっと珍しい演出でした。演奏の模様は後でちらっと載せてみます。羊かわいい。やることがないので駅前のカフェにとりあえず行ってお茶をしようと思います。あ、宿は友達というかの新郎が取ってくれた宿で、夜ご飯、朝ごはん付きのプラン。夜ご飯は定食がいくつか選べて、カレー定食にしました。カレー定食が19時なので、それまで時間があるので、なんかちょっと Google マップで見つけた美味しそうなカフェに行こうと思います。そしてたどり着いたのがこちらの丹念亭という喫茶店、ログハウス的なカフェです。こちらが日本一難しいとされているパズルです。本当に難しくて、これしばらくチャレンジしてるんですけど、この駒を出さずに小人さんを移動させ、3つの柵で右下の角に閉じ込めようっていう、リンゴを左上に移動させて、この木のね、柵の絵なんですけど、これで小人さんを左下に閉じ込めるっていうのが最終ゴールのパズルです。なんかできそうじゃないですか、パッと見。ちょっと工夫して掴んだらいけんのかなと思ったら、こういう風になんか行き止まりになってしまって、なんかさすがになんかパターンでね、だんだん分かってくるのかなと思ったら、なんかどうもね、堂々巡りしちゃうというかね、何回やっても難しくて、もうとにかくここでいるカフェで、このカフェで頼んだものが出てくるまでの暇つぶしにどうぞって言ってくれたんですけど、もう全然出てくるまで1ミリも溶けず、ラチの開かない状態でしたね。ちなみにこのパズルはお店で販売もしていて、ちょっとあまりに悔しかったのと、あときっと宿に帰ってもあんまりやることがなさそうだったので買いました。もともとこの色が塗られてない状態で売っていて、でペンも一緒にね購入して、宿では色塗りの
時間とパズルの苦戦タイムを楽しみました。これ後日家でもチャレンジしたんですけど、まあ、なんかリンゴが4つ集めて、なんかこの小人さんの周りにリンゴ4つ集めてなんかうんぬんするとちょっと 見えそうな、でもまだクリアしてませんそしてこちらが頼んだチョコレートケーキ、ちょっと正式な名前忘れちゃったんですけど、なんか凍ってる感じのアイスチョコレートケーキみたいな感じでとっても美味しかったです。そしてしばらくはもぐもぐタイムになります。コーヒーとこのチョコレートケーキ、オリジナルの手作りケーキをいただいてます。いただきます。で BGM とかが流れてなくて、なんか落語が流れててちょっとなんか静かでね、お客さんも私しかいないし結構シュールな空間でした。でもなんかね、暖炉があって雰囲気とっても素敵なカフェでした。インスタグラムがあって、お店のインスタグラムをフォローしてねみたいな感じでお席にも書いてあったのでフォローしました。ぜひ軽井沢にお立ち寄りの際には行ってみてください。ちょっと歩くけど、駅からどの辺っていうんだろうな、なんかアウトドアスポーツ用品店があってその近くだったかな。わかった、駅出てアウトレットを右手に進んでた方だったっけな、ちょっとごめんなさい違うかもGoogle マップで丹念亭で調べてみてください。わごめんなさいん5月はまあ確か東京とか大阪は半袖で過ごせるような気候だったと思うんですけど、やっぱり軽井沢ちょっと寒くって雨だったし、式の前日は、これね式の前日入りしていてリハーサルのために来てるんですけど、このね前日が雨でね結構空気がひんやり冷たかったです。ジャケット着てちょうどいいぐらいでしたね。でも幸いね翌日の結婚式当日はよく晴れてすごいいい天気です。完璧なロケーション最高だったと思います。じゃあちょっと一旦この Vlog の話からはちょっと外れますが、最近はいかがお過ごしでしょうか。ね、YouTube の配信をちょっと一旦当面お休みにしていて動画中心になるので、まあこのもぐもぐシーンとかもまあ長いんですけど、何分あるかなと、 あとちょっとだちょっとでした長いんですけど、なんか配信しない代わりにいっぱいこういう無駄な時間を喋ろうかなと思います。ちなみに後でまたもぐもぐシーンがあります。この伝票ハサミの狐可愛かったです。そしてそのカフェの後にはアウトレットへ来ました。軽井沢アウトレット、お目当ての品があり来ています。ちょっと目当てだったものと別にちょっと寒すぎて夜不安だったのでカーディガンと買いました。目当てなしの映らないわ、プーマのスニーカーを買いました。駅の出口のとこ、ちょっと夕方暗くなってきているくらいの時間ですね。この光が灯ってる感じが、アウトレットで欲しかったプーマのスニーカーと寒いのでカーディガンを買いました。気
りあえず風邪はひかないと思います。なかなか暗いです。ちょっと怖いよ。でもペンションはこうちょっとライトアップされててクリスマス感があり素敵です。ちょっと夜は出歩かずに部屋で配信などしようかと思います。夜ご飯は宿のカレーです。部屋です。さっきはそこにカトンボがいてちょっと私は無理だったので、宿の人に退治してもらいました。今買ったカーディガンです。寒かったんでちょうどいいかな。で、お待ちかねの宿のカレータイムです。事前にチェックインの時にご飯を予約してメニューを決めてたんですがカレーに選びました。なんかカレー定食って何かなと思ったらこんなねお味噌汁となんかなんだ切り干し大根とかお惣菜もついて結構まあまあボリュームがちゃんとありました。この日はさっきあのアイスチョコレートケーキみたいのを食べましたが昼は最初の Vlog の冒頭で映った、生ハムサラダ、あれはちなみに腸詰めや軽井沢行くとよくあるよくいくつか店舗あるのかな、なんか避暑地に結構あるようなイメージなんですけど腸詰め屋の生ハムサラダしか食べてなかったのでまあまあお腹空いてたのですごく染み渡りました。なんか宿の人なのかスタッフさんなのかちょっと分かんないんですけどアニメを見ながら食事されてる方もいました。ちょっとねカトンボとか虫あんま得意じゃないんですけどだからちょっと最初部屋にいた時は結構いてね床にもちょっと死んでるのがいたりしてちょっとやだなと思って掃除機借りられますかって聞いたんですけど掃除機何に使うんですかって言われてあちょっと虫がって言ったらあの優しくねスタッフさんが取ってくれましてねその説はありがとうございました。あんまりいないですからね都会にはカトンボ、なんか害がないと分かってても結構怖い。でカレーをねよく食べるんですけどいつからこんなにカレー推しになったのかなっていうのをすごい思い返す時があるんですけどちょっとなんかいつが始まりだったのかちょっとあんまり思い出せなくて私の配信にずっと通ってくださってる方でこの時からじゃねみたいなアイデアこの時からじゃないかなみたいなことが分かる人がいたらぜひコメントしてください。本当いつだろう、なんかカレー屋さんで働いてたわけでもなければでもなんかスパイスカレーの本をいただいて自分で作ってみ始めたみたいな時はあったんだけど去年かな、それがきっかけだったのかいつだったかな。でもそれ前に私がカレーをなんか作ったりなんかしてたからそれを送ってくださったんだっけ。ちょっと本当にすっきり思い出せなくていつの間にかカレー
枠、カレー枠になってきてるんですけど、まあカレーは間違いなく美味しいしね、バリエーションも豊富ですし、楽しくていいよね。で、私は結構前の Vlog の時からもちょこちょこ話してますが、だいたい同じもの、全く同じものを食べるってことはあんまりなくて、お店とかもごめんなさい、お店とかもあんまり同じチェーン店に通うってことは少ない、めったにないんですけど、最近ちょっとハマっているお店がありまして、それはねカレーのねお店で、あのココ一番手っていうんですけど、最近ちょっとハマっております。今まではあんまりそこまで魅力的に感じたことがなかったんですよ。ごめんなさいね、でも過去の話なのでなぜならなんか全部ルーは茶色いじゃないですか、全部茶色いルーになんかフライが何種類か乗ってるみたいな具だけ違うみたいなイメージだったので、なんかメニューを見てもあんまりなんか楽しそうじゃないなみたいな。なんかインドカレー屋とか、インドカレー屋さんとか見るといろんな色のカレーがあったりとか、ナンが選べたりとか、なんかそういうバリエーションがあって楽しげかなと思うんですけど、それに比べたらここ一番亭さんは全部茶色いじゃないですか、茶色と白だなみたいな、あんまりあのワクワクしないなと正直思っていたんですけど、最近になってこの辛さの辛さへの挑戦っていう、そういう楽しみ方ができるということを学んでね、学びまして、ちょっと挑んでます。ちなみに徐々に最初で2辛から始めて、2辛で1辛ずつ増やして、2辛3辛4辛そして今5辛まで来てます。まだいけそうです。結構辛かったけど、でも普通に美味しく食べられたのでまだいけると思います。とりあえず10辛は到達したいなと意気込んでおります。皆さんの好きなココイチの辛さ教えてください。コメント欄にてお待ちしております。ちなみにご飯はあんまり量があんまり食べられなくて、最近なんかもうなんか胃腸が弱いのかわからないですけど、なんか出てきたら出てきただけ食べられるみたいな感じだったはずなんだけど、最近はちょっとあんまりちょっと無理だってなる瞬間があって、あまり量が多いと、なんでご飯は 200g にしてます。通常が多分300だと思うんですけど、ちょっと減らして、なんか150でもいいような気もしちゃうんですけど、でもその分ルーも減っちゃうから、ちょっとまあ200なら食べられるしいいかなと思って、とりあえずは200で辛さを調節してます。まあトッピングは気が向いた感じで、とのドキドキで毎回変えてます。なんか辛さを挑戦する割に辛さを抑えられる具材を選んでいて、4辛の時にはスクランブルエッグ、5辛の時には納豆をトッピングしました。なんかどっちも美味しかったな。スクランブルエッグなんかトロトロして美味しかったですね。納豆カレーはなんかリスナーさんから、鍵かっこ知人に、ココイチの納豆カレーは騙されたと思って食べてみて、すごい美味しいからって言われて、騙されたつもりで食べたら美味しかったので食べてみて鍵かっこみたいな感じで言っていただいたので、あ、なるほど、もうなんか納豆カレーって謎すぎて全然頼む気今までしなかったですけど、まあそう言われてみたら騙されたつもりで食べてみようって思って頼みました。それなんかね、やや大きめ、なんか中大粒とまではいかないけど中粒なのかな、なんか小粒より少し大きいような気がしました。なんかふわふわした納豆で確かに美味しかった。なんか
家ではめちゃくちゃ泡立つように混ぜるんですけど、そこまで泡に混ざってない、なんかちょい混ぜぐらいな、ちょっとばらける程度の混ぜ加減だった気がします。あれ混ぜ加減店によって違うんですかね混ぜたてをくれてるのかな。まあ、とにかくなんかカレーと意外とマッチして美味しかったです。なんかもう揚げ物とかあんまり量食べられなくてちょっと重たくなっちゃうんですけど、うずらの卵フライは程よい量で美味しかったです。次のトッピングは多分ロックから辛いのでチーズにしてみようかなと。なんかやっぱ納豆かチーズかスクランブルエッグがなんかちょっと辛さ緩和できる系の素材っぽいので、まあ、チーズかなって感じかな。なんかナスとか乗せても美味しいかな。ナスチーズとかどう？皆さんの好きなココイチのトッピング組み合わせあればぜひコメント欄にて教えてください。ほうれん草チーズとかも美味しいかなちなみに今のこちらのもぐもぐタイムはあと1分ほどで終了します。今ちょうどねが、動画の20分ぐらいでしょ、3分の2が終わるぐらいですね。まあアフレコもほぼ一発撮りでやっております。あ、そのうちまた一本の動画で喋ろうと思うんですけど、なんか9月中旬から不眠症になって2週間ちょっとぐらい、半月ぐらい苦しんでおりました。で、治ったかなと思ったらまたちょっと今日ね眠りが浅くて起きちゃったので、こうやって朝から作業してます。そして今回はあの青いブチャラティに護衛を担当していただいております。眠る時もカトンボがいても安心のブチャラティ、かっこええ。チェックアウトまでの時間に、カフェにクレープを食べに行きたいと思います。だいぶ眠りが微妙でちょっと顔が疲れてますがなんとか起きたいと思います。髪の毛は後で会場でセットしてもらえるのでいい感じになるはずです。楽しみです。クレープです。またログハウス的な趣のカフェです。誰か食べてある。行きに交差点で転んでちょっとへこんでてもぐもぐ動画が撮れませんでしたが、美味しくいただきました。ブルーベリーチーズクレープ、ちょっとだけ朝配信して見ようかな。チェックアウトまで。この朝の軽井沢の空気、鳥の鳴く声、木々のささやき癒されるよね。心が洗われますね。もうちょっとしたら髪の毛をやってもらいます。やってもらいました。お任せでシニョンにしてもらいました。いい感じ。まもなく入場。入場曲の演奏は時間は3時おお。
ちょっと緊張しましたが、なんとか使命を終えまして、ウェディングケーキを美味しくいただきました。これはもう帰り道です。結婚式は本当に暖かくて、もうなんかここでしかないようなオリジナリティのある祭りのような会で楽しかったです。新郎新婦本当におめでとうございました。楽しい会をありがとうございました。帰りは信州鉄道信濃だったかな、いつもと違うルートで長野経由で帰ってみました。そしたらもうすごい自然が綺麗で、これまた乗りたいな。なんか東海道新幹線とは違って本当に自然の山の中をちょっと通るシーンとかが結構あって、でもちょっと眠くてね、これね徹夜に近いような睡眠時間だったんですよ、打ち上げで打ち上げ、うん、だからちょっとね肝心な、なんか川が下の方に見えるみたいなところとかが録画できなくて、いい自然の風景が映し切れてないんですが、とても趣のある素敵な鉄道でした。またこれ行く機会あったら乗りたいと思います。そろそろこの Vlog は終わりに向かいます。で、撮り始めたらトンネルに入るっていうパターン。また次の Vlog もそのうち載せていこうと思いますので、お楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。また17ライブにも遊びに来てね。でまたトンネルに突入して終わります。